今回のサバイバルの舞台は番組史上最も危険な場所、14日間この誰もいない無人島でたった一人サバイバル生活をしなければならない。誰の助けも得られないこの不毛な地で生き残ることはできるのか。私って本当に運が悪いみたい。全然ダメ。どうしたらいいの。見てこれ、危ない。ピューマの足跡よ。はい、私の名前はクロエ、フロリダ州に住む28歳です。私は幼い頃から田舎町に育ち、パパからありとあらゆるサバイバル技術を教わってきました。でも今回一人は初めて。不安はありますが、それよりもどこまで通用するのかがすっごい楽しみなんです。パパ見ててな、絶対に成功してみせるから。サバイバルを行うために必要なものが4つあります。1つ目が水、2つ目が火、3つ目が家まあ寝床ですね。そして最後が食料です。まずは一番大事な水源を探しに行きます。生き抜くためにね。見てください、一見何でもない枯れ木のように見えますが、強度もいいし、長さ的にも獲物を取る罠作りとか、あとは火をつけるのにも使えそう。取っておきましょう。見つけました、水源です。まさかこんな立派な水源に出会えるなんて、本当に奇跡みたい。わお、こんな嬉しいハプニングは誕生日以来です神様ありがとう。あ、飲み水も確保できたので今度は食料ですね。ここに、罠を仕掛けます。ここに簡易的な罠を仕掛けます。たくさんの動物がこの水源を求めてやってくるはずです。この大きめの石と木を使って、もうちょっと短く、このように木と石を立てかけるように置いて、小動物が置いた餌を食べに来た時にこの木が動いて、わお、完璧、かからないはずがありません。これは楽しみ。ああ、見てください。大きな動物の足跡です。この足跡は、おそらく、ピューマだと思います。信じたくないけど。ここにもあります。ただでさえ危険なのに、あいにく今は繁殖期。見つかったら終わり。あっちまで続いてます。このサバイバルはピューマとの戦いになりそう。静かに。あそこにピューマの子供がいます。群れからはぐれたのかも。でも油断はできません。周りに親がいる可能性が高いです。急いでここから逃げましょう。大丈夫、群れに気づかれなければ。静かに、落ち着いて、落ち着いて、大丈夫よ。わあ、見てください。またピューマがいます。どうしよう。もう
ピューマに囲まれてるのかもしれません。ここはもうピューマの巣の中。でもやれることはただ一つ、逃げることだけ。大丈夫クロエ、私はできる。クロエはいい子。身を守るためにまずは火を起こします。動物は火を嫌いますし、火は調理や暖を取るのにも必要です。これがいいかも。ちょうど良さそう。木はよく乾いたものを使います。これにしましょう。それともう一本同じような木を探します。これがいいでしょう。この2本をこすり合わせてできた火種に空気を送って火がつきます。楽しくなってきた。サバイバル最高。こうやってこすりつけて火種を作ります。結構大変。もうなんでできないの、どうして。でも諦めない。諦めちゃダメってパパが教えてくれたの。ここに枯葉があるので火種がつけば火がつきます。なんでやり方は間違ってないはずなんです。ごめんなさい、ちょっと休憩。どうして、もうついてもいいはずなんだけど。どうしよう、日も暮れてきた。ついてきたかも。あと少しです。深い。血が止まりません。大丈夫、火つけなきゃ。どうしよう、結構深い。傷口から菌が入って感染症にでもなってしまったらどうしよう。しょうがない、時には諦めも肝心です。本当は諦めたくない、悔しい。だけど感染症はとても怖い病気です。ごめんなさいパパ、リタイアします。パパごめん。サバイバルはリタイアに終わってしまいました。一人でのサバイバルは本当に怖かった。私はサバイバル技術に長けていると思っていましたが、どうやら自分を過信していたようです。パパ本当にごめんなさい。でも精一杯のチャレンジができたと思います。自分で自分を褒めたい。次チャレンジするときは絶対にリタイアなんかしない。そのために一から勉強し直します。パパよろしく。はい、動画どうだったでしょうかね。まあね、よかったなって思う人はね、魚醤のツイッターでね、魚醤03っていうのもやってますしね、よければチャンネル登録もしてほしいななんて思います。よろしくお願いします。